映画、コンフィデンスマン JP やドラマ、アノニマスに出演し今注目の女優、関水渚さん。アクエリアスセンチメートルで可愛いと注目され、リコーの香取慎吾さんや長澤まさみさんなど大物俳優との共演など期待の若手俳優として活躍しています。そんな関水渚さんの経歴や高校、大学など学歴、熱愛彼氏はいるのか、広瀬すず、芳根京子に似てるとの噂についてなど、気になったので調べてみました。関水渚さんのプロフィール。名前、関水渚。出身地、神奈川県。生年月日、1998年6月5日。年齢、22歳、執筆時。身長、159センチメートル。血液型、O 型。職業、女優、グラビアアイドル。所属、ホリプロ。特技、野球のスコアブック付け、書道。趣味、お菓子作り。経歴、関水渚さんは、1998年6月5日、神奈川県に生まれます。名前の由来は、父親がよくウィンドサーフィンをやっていた逗子にちなんだもので、かつ、多くの人が集まる渚のように人に恵まれる人になってほしいと付けられたそうです。関水渚さんは、石原さとみさんに憧れて芸能界を志し、2015年に行われた第40回ホリプロタレントスカウトキャラバンのファイナリストに選ばれたことをきっかけに芸能界入りします。2017年4月、アクエリアスの CM でデビューを果たします。アクエリアスの CM に出てると気になるぞ、アクエリアスの女の子可愛いな、と注目を集めます。同年の2017年に大学に進学します。グラビアアイドルとしては2017年9月6日に発売された週刊少年サンデーで初登場にして初表紙を飾り、11月13日発売のヤングマガジンでも初登場にして表紙を飾りました。2019年、映画、町田くんの世界で1000人を超えるオーディションの中からヒロイン、リノハラ7役に選ばれ、町田役の細田佳央太さんと共に映画初主演を務め女優デビューします。同作で、第43回山地文子映画賞山地文子新人女優賞、第74回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞、第62回ブルーリボン賞新人賞、第93回キネマ旬報ベスト10新人女優賞を受賞します。2019年10月、ドラマ、4分間のマリーゴールド、TBSK でドラマ初出演を果たします。救急救命士を目指す消防士、安倍志乃を演じます。2020年1月、映画、怪事ファイナルゲームでもヒロインを務めます。2020年3月、ファースト写真集、関水渚ファーストステップを発売。初々しい素顔をはじめとして爽やかな水着姿、グレイを帯びた表情などが収められました。台湾でロケが行われ、撮影は白石麻衣さんの写真集、パスポートや深川麻衣さんのフォトマガジン、マイマガジンを手掛けた中村和孝さんが担当しました。2020年7月23日公開の映画、コンフィデンスマン JP プリンセス編に、長澤まさみさん演じる主人公、ダー子の子猫としてチームに新加入するこっくり役で出演します。中学、高校、大学は、関水渚さんは、高校卒業後、明治大学に進学したという情報がありました。学部などの情報はわかりませんでした。高校は、森村学園高等部を卒業しています。森村学園高等部は、神奈川県横浜市緑区にある、私立の男女共学校です。高校時代は野球部のマネージャーを務めています。マネージャーになってから高校野球にハマっていったそうです。関水渚さんは中学校に関しては明らかになっていないようですが、同じ森村学園中等部ではないかと言われています。中学時代は陸上部に所属していて、長距離走をやっていたそうです。関水渚さんは目標とする女優が、同じ事務所の先輩、石原さとみさんです。中学時代に石原さとみさんの出演するドラマ、リッチマン・プアウーマンを見て、石原さとみさんの笑顔に気持ちが明るくなり、それから夢中でそのドラマを見るようになったそうです。
それで、自分も石原さとみさんのようになりたいと思ったのが、女優になりたいと思ったきっかけだったそうです。次ページ、関水渚さんの熱愛彼氏はいる、アンド広瀬すず、芳根京子に似てるとの噂についても。熱愛彼氏は、関水渚さんは彼氏はいるのか、熱愛報道はあるのかなど調べてみましたが、そういった報道記事は見当たりませんでした。まだ22歳ということもあり、そういった熱愛報道はこれから出ることはあるのでしょうか。広瀬すず、芳根京子と似てる。関水渚さんは、広瀬すずさんやと芳根京子さんに似てるという声があるようです。広瀬すず、関水渚さんは、2020年公開の映画、コンフィデンスマン JP プリンセス編でこっくり役で出演していますが、SNS などでは、関水渚さんと広瀬すずさんが似ていると話題となりました。こっくり役、ずっと広瀬すずだと思って見てた、めっちゃ似てる、関水渚と広瀬すず、似すぎ、と反響を呼びました。芳根京子、関水渚さんは、2021年1月スタートのドラマ、アノニマス、でヒロイン役を務めましたが、その時は女優の芳根京子さんに似てるという声が SNS などで上がっていました。アノニマスの関水渚ちゃんがホーコンちゃんに似ているとの声多数、完全に私調べ、かわいい、シャープ芳根京子シャープ関水渚。現在、関水渚さんは、2021年1月に、テレビ東京ドラマ、アノニマス、警視庁、指殺人、対策室、のヒロイン、薄井桜役を務めました。同作は、SNS 誹謗中傷問題に焦点を当てたサスペンスドラマで、5年ぶりの民放ドラマ出演となる香取慎吾さんが、社会問題となっているキーボードによる殺人イコール指殺人の被害者を救うため、顔の見えない犯罪者イコールアノニマスと戦う、訳あり捜査官、万城渉を演じています。関水渚さんは、万助の相棒となる薄井桜を演じています。2021年3月に最終回を迎えています。その他、2021年5月1日放送のフジテレビバラエティ番組、もしもツアーズにゲスト出演しています。まもなく始まるよ。都市型ロープウェイ誕生キラキラ。最新横浜へ観覧車バーガー。ゲストはシャープ中澤裕二さん、シャープ関水渚さん。もしツアーメンバーはシャープキスマイ、シャープ宮田俊也さん、シャープ柳原かな子さん。お楽しみにユニコーンの顔ロープウェイ、シャープもしツアー、シャープ横浜、シャープロープウェイ、シャープ展望台、シャープ海鮮丼、シャープフルーツサンド、シャープタンシチュー、シャープバーガー、シャープ目線の先には、香取慎吾さんや長澤まさみさんなど大物俳優との共演や話題作の出演が続いている大注目の女優、関水渚さん。これからどんな作品に出演するのか、今後の活躍もとても楽しみです。以上、関水渚さんについて、でした。